桜東バス車両桜東バスは、茨城県稲敷市で運行される、コミュニティバスの一種である。運行事業者は、秋田新物流株式会社である。名称は、旧桜川村、旧東村のそれぞれの頭文字、桜、東に由来する。江戸崎駅、JR バス関東の路線廃止に伴い公共、交通機関を確保する目的で運行されている。 同社から引き継いだ広域かつ先的な路線と、大記録完成ながら低廉な運賃が、最大の特徴である。他社バスとの接続により広大な鉄道空白地帯で、ある同士と周辺のバス網の一翼を担う。現在では、コミュニティバスの定義に当てはまる存在ではあるが、解説当時の位置づけアートに、稲敷市、コミュニティバスが誕生したこともあって、市や運行事業者では、 コミュニティバスとは案内しない。秋田新没流は、稲敷市伊佐部1763に本社を置く貨物、自動車業者であり、桜東バスの運行を受託するために、バス事業に参入した。バス営業所は、稲敷市高田1350の位置にある。稲敷市の新規参入事業者には他にブルーバスがある。江戸崎市外から、東地区を経て、利根川対岸の千葉県。 香取市佐原市街、佐原駅を結ぶ。沿線には、ショッピングセンター、アピタパルナがある。JR バス関東霞ヶ浦本線との乗り継ぎにより、土浦、佐原間を1時間43分、運賃合計1,150円で結び、少ない便数ながらも、鉄道段落の役割を維持している。また、上西大手流所は、関鉄グリーンバスの東京方面高速バス。 麻生号の停留所と同じ場所にある。2020年4月1日のダイヤ改正にて、阿波経由に一本化した。2020年4月1日開業。東地区の住民アンケートに基づき、実証運行を開始。利用目標は1便あたり2.4人以上、年間9000人前後。JR 下尾神崎駅での乗り換えで、成田、佐原方面へ、アクセス。 江戸崎総合高校への通学にも対応したダイヤ編成、発行の里高崎で東京行き高速バスへも乗り換えか。2021年4月1日から神崎線と門崎線を統合し、新都根から江戸崎を経て下宇佐・神崎までの路線に変更。ありがとうございます。